はい、どうも皆さんこんにちは。福岡県笹栗町自在な整骨院の古田です。今日もですね、皆さんに膝の痛みに、関する役立つ情報というのをお伝えしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。前回までの動画で、変形性膝関節症だとか、その他ですね、膝の痛みに関する情報というのをお伝えしていきました。で、いろいろですね、普段の生活の中での、原因とかがありますよというので、お話しさせていただいたんですけども、ちょっとここでまとめて、総括させていただきたいと思います。結局ですね、膝の痛み、今こう結構病院とかで治療されている方もいらっしゃると思います。本当も歩けなくて悩んでいる方は、すぐにでも痛み止めを打って明日にでも歩けるようになりたいという方もね、たくさんいると思うんですけども、結局前回までの動画でまとめるとですね、言いたいのはこれだけです。上の赤字です。膝の痛みの原因は膝ではないですね。だから、姿勢とか筋力低下とかですね、いろいろ説明させていただきましたけれども、どれだけ膝が痛いからといって膝にばっかり治療しても、その痛みが取れるのはその時だけで、原因が他にあるのでまた痛み出てしまいますよっていうことです。だから膝ばっかり治療している方はですね、一回視点を変えてもらって、他の姿勢だとか筋力の部分を見ていただきたいですね。だ5年後10年後もしかしたらずっと今と同じ治療をしてるかもしれないです。で、状況あまり変わってない、もしかしたら痛み止めも効かなくなってるかもしれないというですね、怖いことが待ってます。で、痛み止め効かなくなったらどうなるかというと、もっと痛み止めを打たなきゃいけない、もっと強い痛み止めを打たなきゃいけない。で、それでも効かなくなった、それこそもう歩けなくなります。杖ですよね、車椅子かもしれないです、もしかしたら寝たきりかもしれないですね。膝ばっかり治療してたら原因、いわゆる犯人ですよね。膝が被害者だとしたら犯人が全く捕まってないので、ずっと被害を受け続けているわけです。痛めつけてるんですね。しかも痛み止めっていう体をごまかしながらずっと膝に負担をかけてますので、かなり将来ですね、寝たきりになるリスクが高いです。なので、もし今こう動画を見て膝の痛みで悩んでいる方で、膝しか他の治療院で触ってもらってないかもとか、痛み止めしか今対応してないっていう方いらっしゃったらですね、ぜひ一度自在な整骨院にご相談ください。そのまま行くと寝たきりの可能性、車椅子の可能性かなり高いです。知らない間に靭帯とか骨とかが傷ついてますので、一度ですね、店に来てください。その場合ですね、その方、皆さんに合ったですね、一人一人に合った膝の原因、膝の痛みの原因というのもお伝えしますし、その際の対処法、治療法というのも、膝以外のこういったですね、姿勢だったり筋力の部分からお伝えしたいと思います。やっぱりずっと自分の足で歩いて生活したい方がほとんどだと思いますので、そのサポートをぜひですね、私たち自在な整骨にさせていただければと思います。で、このですね、じゃあどこに原因があるのかと、姿勢筋力って書きますけど、じゃあもっと細かくどこにあるのかってでも、ちょっと動画ですね、今後アップしていきたいと思いますので、そちらの方もチェックをぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日は以上です。